どうも白石秀則です今日はですね自分のことですあんまりねここのチャンネルで宣伝みたいな雰囲気になるのはあんま好きじゃないんですけど、まあ、一応自分のチャンネルなので、えっと、投稿するかちょっと迷ってたんですけどまあえっと X とかねインスタグラムとかでは、えっと、ちょっと言わしてもらったんですけどえっと6年ぶりにですねちょっと音源 をリリースします、えー、昨日登録して審査が下りたので日付変わって28日以降各配信サービスうーストアですねにて、えー、AppleStore とか iTunes とか Spotify とか日にちはちょっとバラバラかもしれないですが順を追ってこう配信をします、えー、曲はですねモーニングアンカーえっ、ー、ともうね3年前にミュージックビデオを 作ってて公開しております。1年半音楽業界から離れていて復帰を決めた時に作った曲で、えー、大切な曲でございますえー、と自分のバックグラウンドをちょっとフォークとロックオールドのテイストを入れてですね自分なりのね言葉で自分らしくね時代とか関係なく思うままに作った曲でありますでアレンジも全て自分でやってリードギターイ友のサムに弾いてもらっています でねえー、とミュージックビデオ公開当初ね「ONEPIECE、ね」の曲を歌っている大月真紀さんからですね、えー、DM が届いてわざわざ本当 DM くれたんですけど、あのー、すごくいい曲で涙が出たよっていうちょっと DM もあってもうそれがすごく僕は嬉しかったんですけどほんと励みになりました、えー、なんかそういう時になんかこう音楽をまたやり始めてよかったなと思ったし これからもね地道にやっていいこううかなという気持ちになりました、えー、デジタルリリースとかね音源は出さないんですかってこうすごいねたくさん、あのー、言ってくれたんですけど何かねリリースする特にこうデジタルリリースという気持ちになかなかなれなくてまあなぜ自分で作ってマスタリングしたものだから果たして商品としてあの提供できるのかなとお金を払ってもらって。 聴いてもらうぐらいのクオリティに達しているのかなっていうのも不安だったし、えー、そもそもねそんなに需要ないのかもしれないなと思いながら、えー、気がつけば3年経っておりましたえ当、ー、ね時は流れるんですねなので、えー、曲作りいいミュージックビデオとかも作ったりしているので、えー、せっかくね音源化してくださいっていう声が、えー、まだありますのでちょっとぼちぼち こう自分の曲をですね、えー、発信していってもいいのかなとミュージックビデオ以外でも発信していいのかなという気持ちに少しずつなってきて、えー、3年前の曲ですが「モーニングアンカー」28日から各配信ストアで、えー、リリースいたしますはいそんな感じでねまあいろいろ気にせず自分は自分なりのあのー、ジャンルにとらわれずですね えー、まあロックもしたりフォークロックもしたりフォークもしたりポップもしたりしながら、えー、自分の制作をですね楽しんでいきたいなと思っております。で反響があったら嬉しいし聴いてくれる人がいたら嬉しいんですね。なので、えー、自分の思いを込めた曲をこれからも。 発信していけたらいいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。概要欄にね、リンク貼っときますので、そこから配信が始まった各リンクが貼られていくので、ぜひね、デジタルリリースではございますが、何卒ぞよろしくお願いいたします。というわけで、白石秀則でした。また会いましょう。